バンギャルとは、ビジュアル系バンドの熱心なファンである女性を指す言葉で、ある。バンギャ、ギャと略すこともある。また年齢を重ねたバンギャルや、長くバンギャルをやっている女性をバンギャバンギャルの男性版をバンギャル男、ギャ男と呼ぶ。ビジュアル系バンドのファンの通称、総称として使用されることもある。はっきりした境界線があるわけではないが、 基本的には、ビジュアル系バンドのファンであることが実生活及び、精神的に大きなウェイトを占めている女性を指す。ただし、音楽評論家の市川哲司は、90年代当時、そもそも、バンギャルとは、ロックバンド好きの女子全般を指す言葉で、現在のような、V 系限定仕様ではなかった。と指摘している、ナゴム系のファンであるナゴムギャルを、 現在のバンギャルの先祖的な存在であるとする説もある。バンギャをはじめとするビジュアル系のファンは当初ヤンキー的だったが次第にオタク的になっていったとされる。音楽評論家の市川哲司は90年代初期の X のライブ会場ではバンド名やメンバー名、歌詞を背中一面に禁止で刺繍した特攻服や長卵を着た連中がメリツチ会場の外には ヤンキーの改造者が並んでいたと証言しており、このようにヤンキー的だったビジュアル系のファン層が95年頃から徐々にオタク的な層へと変化したのではないかと分析している。音楽ライターの藤田日明は、1996年デビューのシャズナの登場はまさにその象徴であったと述べ、自分をキャラクター的に表現するというのは、現代の2.5次元的なビジュアル系に通じていると、 主張している。このような変化の要因として、市川はヨシキが拠点を日本から LA へと移したことを挙げている。また、90年代末頃から、ヤンキーの聞く音楽が多様性を見せ始め、2000年代中頃からは、エグザイルがその人気を独占したのも要因としてあったと言われている。市川は、このようなバンギャル側の変化に伴って、ビジュアル系バンドの側もヤンキー的なものから、 オタク的なものへと変化していったと結論付けている。ビジュアル系バンドのコスプレ。ファンの中にはバンドのメンバーと同じような服やバンドの衣装を作っているブランドの同じ服を着たり手作りをしたりといったコスプレをするものが多い。また、ゴシックロリータはバンギャルの服装が発祥だとも言われている。ビジュアル系バンドのファンには メンヘラカルチャーがあると言われている。一方、90年代のビジュアル系のファンは、コスプレしてライブ行って、開演前からエンジン組んで、気合入れのおたけび上げて、ライブ中は跳ねて飛んでヘドバンして、ストレス発散するなど、皆思い思いにライブを健全に楽しんでおり、メンヘラといった印象を抱いたことはないと評論家の市川哲次は述べている。これに対し、ライターの藤谷千秋は、 ビジュアル系における狂気や闇が変質したのも、0年代ではないかと述べ、ビジュアル系が表現する闇や闇も、ここではないどこかから、今ここになった結果、メンヘラカルチャーが生まれたのではないかと指摘している。他方、筋肉症状隊の大月健治は、バンギャの一番好きなものは、旅なんだとし、彼女たちは、ここではないどこか、今ではないいつかへ行きたいの。 僕も49歳の今でもそう思って生きている。仲の良い友達とずっと旅をして、タイのバンドはそのお題目なのと指摘している。また、バンギャルはバンドの見た目だけを重視し、音楽性や批評には興味を持たないと思われがちで、あるが、市川は今でも VK の原稿を書くたびに、やたら反応がいいから、メディア側のアプローチをうまく考えれば、 ビジュアル系批評自体にも需要はあると感じるという。柳原かな子自身のブログ上でビジュアル系バンドピエロの解散について述べた際に自分のことをおンギャと発言した。ありがとうございます。